はい、こんにちは。今日は譜面だけを見て音が分かるようになる手順っていうのを、このピアノ鍵盤っていうのを使って説明したいと思います。こういう感じで譜面だけ見て音を読む、こう譜面見て音をなんかイメージできたりするのって結構難しいし、なかなか普通はできないと思うんですけど、それが、できる方法っていうことです。今日は、それをいろんな要素を組み合わせて使うことで、ドレミファソラシドを歌うぐらいのレベルの人が、譜面を見て音が分かるようになってくるっていう手順をやってみたいと思います。で、最初に大切な要素っていうのを3つ挙げておきます。それは譜面でに書いてある音、オタマジャクシの音と鍵盤の位置、例えばこの位置だったらこれと、譜面の音と鍵盤の位置がリンクすることっていうのが大事です。まずそれが1個目、譜面の音と鍵盤の位置が分かる能力。2個目が相対音感トレーニングですね。相対音感、移動度でドレミファソラシド、これドレミファソラシドって歌って、これをドレミファソラシドって聞こえるような能力。多分絶対音感持ってる人はこの譜面見た時にも音わかるので、相対音感の人がこういうことで悩むと思うので、いずれにせよ問題なくこの話は進めていけると思います。これをトレーニングするっていう話ですね。あとはメジャースケール、マイナースケールを歌う練習というか歌う能力、移動度で歌う能力。それどういうことかというと、ドレミファソラシドっていうのがメジャースケールで、マイナースケールっていうのをこのラから始めたものにします。これがラシドレミファソラっていうのが自然単音階、ナチュラルマイナーで、これがメジャースケールの、始まる場所が変わっただけなので、ナチュラルマイナーは、メジャースケールと同じって考えてます。で、変化するのが、メロディックマイナーと、メロディックマイナーというのが、ダララ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 っていうのと、ハーモニックマイナー、ダララ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 、この、3つのスケール、メジャースケールとメロディックマイナースケールとハーモニックマイナースケールの3つの能力を歌う能力というのを練習します。これで大体譜面が読めるようになると思うので、じゃあまずは C メジャースケールの譜面を見ていきましょうか。じゃあ始めましょう。はい、じゃあドレミファソラシドって書いてるこの譜面見てもらって、これぐらいなら譜面、楽譜見てなんか音のイメージ分かる人多いと思います。ドレミファソラシドですね。で、これは今分かると思う、大体分かる人が多いと思うので、これをランダムに、例えば音符をランダムにした時にも歌えるように練習します。だからソーとかミーとかで、ランダムに並べて歌うの結構最初難しいと思うので、このあたりは、相対音感トレーニングっていう、のをしたら上達していくので、こうドレドドミドドファドドソドとか歌ったりする練習、ドを中心に歌う練習をしていくと、これ数多くやると歌うのが、できるようになってきます。この練習は、これだけですね。ドレドドミドドファドドソドドラドドシドドドド、これを毎日やればこのランダムに歌うことができると思います。で、これを、ちょっと広げた練習っていうのがあって、音程だけで、音程っていうのがあって、音程っていうのは例えばこう全部幅があるので、この幅を全部練習するっていう動画を作ってるので、これは、リンク貼っときますので、上の方に貼っときので、こちら見てもらって、練習してもらう、毎日練習してもらうと、ちゃんと理解しながら練習してもらうとすごい効率よく上手くなると思うので、音楽的なものに結びつけることができると思うので、練習してみてください。じゃあマイナーはどうなるかっていうのをいきましょうか。マイナーはラから歌います。で、3種類あって、ナチュラルマイナー、
メロディックマイナー、ハーモニックマイナー、これはラを主音で歌います。ラシドレミファソラ、ラシドレミファソラっていう風に練習します。でこれラでを主音で歌うメリットは、メジャーとマイナーを自由に行き来できるっていうメリットがあるからですね。ここを主音をドっていう歌うやり方もあるんですけど、ちょっとこのメジャーとマイナーを行き来できるっていうメリットの方を優先してラを、中心にして歌います。ラシドレミファソラっていうのがナチュラルマイナーで、これメジャースケールと同じ歌い方なので、これはそのままで大丈夫なので、そうですね、ラシドレミファソラはドレミファソラシドと始まる場所が違うだけですね。まあ最初はこのやり方を、おすすめするので、このやり方でやってもらったらいいと思います。でメロディックマイナーはラシドレミファのシャープソのシャープラー、ハーモニックマイナーはラシドレミファソのシャープラー、シャープの音をファのシャープとかソのシャープソシャープとか言うと長いので、短く歌えるドイツ語読みを僕は使ってます。ファのシャープはフィス、ソのシャープはギス、シャープはドイツ語で IS のイスっていうのをつける感じ、フィス、ギス、こういう読み方を練習すると、短く読めるので便利だと思います。ラシドレミフィスギスラ、これを歌う練習します。ラシドレミフィスギスラ、ラシドレミフィスキスラ、ラギスフィスミレドシラ、これメロディックマイナーで、ハーモニックマイナーがラシドレミファギスラ、ラシドレミファギスラ、ラギスファミレドシラ、ラギスファミレドシラ、これも、何回も歌って練習してください。音名の補足で言うと、シャープがつく音名とかは、ドイツ語では C がシャープつくとツィス、ドのシャープがツィス、レのシャープがディス、ファのシャープがフィス、ソのシャープがギス、ラのシャープがアイス、レのフラットが ES がついてデス、S がつくんです。デス、S、ゲス、アス。で、B フラットはベーって言うんですけど、この B フラットを B って書くので、表記がちょっとその英語の表記とややこしいので B って呼んでもらったらいいと思います。ここだけちょっと表記を同じにするとややこしいので、読み方だけでやっていったらいいと思います。マイナーの方の、歌う練習の動画も、こう主音から歌う動画作ってたと思うので、これもリンク貼っておきますね。なかったらまた作ってでリンク貼るので、はい、後で貼っておきます。で、全体的に基本のメロディー、曲のメロディーの全体的にはこの辺の中で動くっていうのが多いです。なのでこの辺練習しておくと大体カバーできるって感じです。あとは半音階を主音から歌う練習、ドからドがあって、この12音を主音からこうドシスドレドディスドミドファドフィスドソドギスドラドアイスドシドドで、まあちょっとこれフラットとシャープどっちでもいいんですけど、今上がる方をシャープで言って下がる方をフラットで言いますね。ドシドベドラドアスドソドゲスドファドミドエスドドドレドデストドっていう感じで歌う練習します。この中心音からだけでいいです。これで、その音程の練習ができることになっているので、あとはこの1個の音に対して半音下と半音上をいけるようにします。ダーだとダーダーダーっていうのとダーラーラーっていう歌う練習、音符見た時に半音の上下の動きがあった時はこういうのを頼りにして、音を探すことができるので、ダー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 ダダ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 ダ
1個の音が鳴った時に、半音上下できるで探す、頼りにする練習でした。これだけ練習してると結構探すのが楽になってくると思います。半音階を主音から歌う練習っていうのはさっき言った相対音感トレーニングに入っているので、またちょっとリンク貼ってきます。単音に対して上下の半音を歌う練習は、12音やればいいので、今みたいにサークルオブフィフスとか使ってやってもいいし、そうですね、なんかランダムに自分で適当に押して練習してもいいと思います。分かりにくい音を探す頼りになると思います。では、サークルオブフィフスの順番で譜面見ていきましょう。じゃあ次この F の譜面見てみましょう。こっからがその読み方のコツですね。はい、この F のこんな感じの譜面ですね。これを F の音からドドレミファソラシドって読みます。これをこういう風に読むっていうのがすごく大事ですね。なのでキーを見た時に主音の位置からドレミファソラシドで数えて歌う練習ができること、読む練習ができること、これによって譜面をすごく簡単に読むことができる。フラットとかがついたらもうわからないってなることが普通は多いと思うんですけど、それがなくなります。じゃあこれマイナーになるとどうなるかというと、こうなりますね。ナチュラルマイナーだとこうなります。メロディックマイナーだと、ナチュラルマイナーだとラシドレミファソラですね。でメロディックマイナーだとラシドレミフィスキスラで、ハーモニックマイナーだとラシドレミファキスラ、こういう風に読みます。じゃあ B フラットメジャースケールをいきますね。 B フラットメジャースケールはこういう風に読みます。ドレミファソラシドって読みます。この音から読みます。じゃあ G マイナーだった場合はラシドレミファソラ、メロディックマイナーだった場合はラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーだった場合はラシドレミファギスラ、こういう風に読みます。じゃあ E フラットメジャースケールだった場合は、キーが E フラットだった場合はドレミファソラシド、この位置からドで読みます。フラット3つの場合ですね。じゃあフラット3つの C マイナーだった場合はナチュラルマイナーラシドレミファソラ、メロディックマイナーだった場合はラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーだった場合はラシドレミファギスラ、次フラット4つだった場合はドレミファソラシド、じゃあ次がフラット4つの、F マイナーだった場合のナチュラルマイナーだったらラシドレミファソラ、メロディックマイナーだったらラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーだった場合はラシドレミファギスラ、じゃあフラットが4つ、5つだった場合は D フラットでこの音からドレミファソラシド、B フラットマイナーだった場合はラシドレミファソラ、メロディックマイナーだった場合はラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーだった場合はラシドレミファギスラ、次 G フラットですね。フラット、1,2,3,4,5 個かな、1,2,3,4,5 個、6個ですね、6個の場合は
この音からドレ、あ、こっちにしましょうか。ドレミファソラシド、マイナーの場合はラシドレミファソラ、ラシでメロディックマイナーの時はラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーはラシドレミファキスラファキスラ、こうなります。次キーが、シャープが5つの B ですね。ドレミファソラシド、この音が中心音、中心音すごい大事なので覚えてもらって、で次がマイナーがラシドレミファソラって読みます。ラで次メロディックマイナーだった場合はラシドレミフィスキスラ、で次ハーモニックマイナーラシドラシドレミファギスラ、次シャープ4つ、ドレミファソラシド、ドレミファソラシド、これを見た時にもこういう風に読めるようにする。でランダムに来た時でもそれを探し出すことができると読めます。じゃ次が、ラシドレミファソラ、ナチュラルマイナーで、次メロディックマイナーがラシドレミフィスキスラ、次ハーモニックマイナーがラシドレミファギスラ、ラシドレミファギスラ、もうこうなってくると普通には絶対読めないですよね、あの普通だと、はい、でもこのテクニックを使うと、一個のものに当てはめるっていう考え方、ちょっと勉強を混ぜるとその音感が一個の今やってる歌い方だけで読めるようになると。次シャープ3つですね。シャープ3つの場合は A が主 A なので、ドレミファソラシド、ナチュラルマイナーがラシドレミファソラで、メロディックマイナーがラシドレミファラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーがラシドレミファギスラ、キスファミレドシラ、はい、次シャープが2個、ドレミファソラシド、この音を主音にドレミファソラシドって読みます。次ナチュラルマイナーラシドレミファラシドレミファソラ、メロディックマイナーはラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーはラシドレミファギスラ、次シャープ1個、シャープ1個ぐらいだとなんかシャープ1個つけるだけでちょっと歌えるっていう人はいるかもしれないんですけど、この考え方でやるとより理解が深まる。シャープ1個は G、 そうドレミファソラシドドレミファソラシド、マイナーがラシドレミファソラで、メロディックマイナーがラシドレミフィスキスラ、ハーモニックマイナーがラシドレミファギスラギスファミレドシラ、はい、こんな風になります。ちょっとパッパと言ったんですけど、ではここからは、譜面ちょっと見て、やってみましょうか。じゃあこの譜面見てやってみましょう。このパートを、はい、じゃあこれフラットが3つなので、この辺のドレミっていうのを考えて、ミーミードード、次の音、この音はドレミファソーソーミードードードレミファソーラーラーラーシーシーシー、こんな感じですね。ミーミードーソーソーミー
シシ、こんな感じ。この曲はナイチンゲールサンクインバークリースクエアって曲ですね。まあこんな曲でした。譜面だけ見てこのメロディーの音がわかるってすごい面白いと思います。じゃあ次この曲いきましょう。はい、フラット1個なのでこういう感じです。で最初がラの音なのでドレミーってなってミドレドラソララシドレミファソラララミドレドラソラ、こんな感じですね。これレフトアローンという曲ですね。ミドレドラソラララミドレドラソラ。では次はこれいきましょうか。シャープ1個の譜面でこんな感じでこの音なのでドレミファソラソドレミミファソソラソドレミソ。これはショパンのあれですね、あれって言ってこの曲名を教えてくださいコメントで。はい、では次の曲は、例えばこのめっちゃ難しいやつもやってみましょうってことですね。これはシャープが4つなのでこれでいきます。この音から始まっているのでドレミミファミで、このファのダブルシャープっていうのがついているのでファのダブルシャープはそうなのでミファミダーダー、半音下の音になるのでミファミディスミミファミディスミミフドレミファソラシドミファソラミラドミファミディスミラドミファミミスミファミディスミラドドシラシラシラで半音下の音なのでシのシャープはドの音で半音下の音なのでシラシララギラドミミファミディスミラドシラシラララギララドミミファミディスミラドシラシラギスラドミ、こういう風に今ピアノ弾いてますけどなしでもこの想像するようにしていく。で次がこれ移動度でやってるのでこの全くの絶対音じゃなくても相対的に合ってれば大丈夫です。次はフラット1,2,3,4,5,5個なので D フラットですね。ドレミファソドレミドドレミファソラシドドレミファソラですね。ここはラシドになってますね。この音はラシドで、このラのナチュラルはちょっとわからないとしたときにこのラの音がまた次の音がわかるのでその半音下の音を探す。ラララララシドラララシドギスラファミミミミファミレシドララシドミストファミミミミファミレシドラ。はい、じゃあ次いきます。次いきますって言ったんですけどまあそんな感じでなんかいろいろあるんですけど難しいやつも探せますっていうことで、あまり長くなるのもあれなのでちょっと譜面を見るのとキーの中心音からドレミファソラシドを数えるっていう能力、これがリンクしてくるとすごく音を探すイメージがついてきて音感トレーニングにもなると思うのでよかったら試してみてください。でこれでもしちょっと読めるちょっとでも
前まで読めなかったのが読みやすくなったっていうのがあればコメントとかいただけると嬉しいです。じゃあ練習頑張ってください。僕も耳が悪くてこういう練習してるので頑張ります。ありがとうございました。